今日は2019年5月30日、1時20分ですね。朝日新聞の一面には、レオパレス21アパートの建設を手掛けている大手の会社ですけども、そこが欠陥アパートいっぱい作ったという話で揉めとったわけですけど、こんにちは。それに対して第三者委員会というのがその内部調査を行いました。その報告書が出ましたよという話ですね。しかしこの弁護士による第三者委員会というものの中身というのがこれ説明されてないんだけど、まあ、今まで説明したからもう説明しなくていいというふうにこの新聞考えてるかわかんないんだけど、一体どういう人たちなのかね。弁護士による第三者委員会、弁護士であれば公平公正会じゃとんでもない話で、まあ、いろいろいますからね。このレオパレスとの関係がどのようになっているのか、本当に公正なのかってことね。なんでそう思うかって言ったら、結局ワンマン体制があったんだけど、社長が指示したという証拠が見つかりませんって言ってんだよね。本当かねと思っちゃってね。こんだけめちゃくちゃやらしてね、どんだけかっちゅうと、問題発覚を受けて全物件3万9000棟を対象に調査をしたんだけども、そのうち7割に当たる1万5000何歩棟で不備が見つかっていますんだね。全物件というのはどういう意味か分かりませんけど、今までこのレオパレスが手掛けた全部の物件なのかどうなのか分かりませんけれども、調査したのが2万1000件で、その7割の1万5000何歩が違法建築でしたって言ってんだよね。こんだけのものが見つかっていて、報告書が書いてるのはね、このワンマン社長っていうのは非常に能力的に優れていたみたいなことも書いてるんだよね。で、建築基準法に適合しないウレタンという燃えてしまうようなものを材料に使っていた問題なんかは、仕切り壁にはこういうものは使っちゃいけないというのがあってんだけども、社長のこの深山という社長がこの指示が発端だなというふうに指摘している。しかしこの社長はこれが違法だと知りませんでした。疑いは残るが不適合を認識しつつ使用を指示したとまでは認定できなかった。なんか半端ないね。こんなね、法律のことを知らないで社長をやってられるわけね。建築基準法なんかをしっかり知らないのがね、社長をやってて知るわけじゃない。そしてもしこの社長が知らなかったとしてもね、これだけの大手の会社で、建築技術の一級建築技師なんていっぱいいるし、そしてさらにですよ、顧問弁護士というのがいるんだよね。必ずいますよね。そういうものがこれは違法ですよ、これはやばいですよと指摘しなかったわけがないやね。社会面には
これ住んでた人やそれからこの県アパートを買ったオーナーの人たちが不安を持ってますよ。報告書は信用できない。元社長は知らないふりをしているだけだというふうにこのアパートに住んでた人が、まあ、言ってますけどね、まあ、当然ですわね。でとにかく極端な工事短縮を可能にした建築費のコストをダウンさせて独自の工法から極端な工事短縮を可能したという手抜き工事ですよね。こういうことが何に書いてあったかというと1994年もだいぶ前だけども、今からもう15年前ですか、15年前よりもっと前か、25年前に開かれた全国支店長会議の中で出席者に配られた深山社長指示書に、そんな風な言葉が書かれていて、合理的なことをやったんで、コストがダウンして短期間で物件ができるようになりましたって言ってるんだけども、まあ、とんでもない話ですよ。そして報告書、この第三者委員会の報告書で、この深山という社長が何回も出てくるんだけれども、優れた発想力を持つアイデアマン、直轄組織が構想を具体化していった、褒めてんだよね。そして周りの人間がこの社長の言う通りにするために法令適合性が二の次になってもやむを得ないでという意識を持ってしまったのではないか。まあ適当というかね、さっきも言ったけれども一級建築士もいるし弁護士もいる、そういう会社の中でですよ、これは違法だということを指摘しできない人間がいないわけがない。いくら社長がワンマン社長だからといってそういうことが指摘できないわけがないのにもかかわらず、社長がこれが違法だとは知りませんでしたなんちゅうことが曲がり通っちゃおかしいでしょうっていう話ですよね。まあ繰り返し私がここで言いますけれども、大企業の金儲け主義が時としてずるいこと悪いことをやっちゃう。この間問題になっていたのはりそな銀行ですかね。これもシェアハウスというものを作って、それのオーナーを募ってシェアハウスをやると儲かりますよっつって、それで不動産屋が焚きつけて素人さんに金を借りさせて、そのシェアハウスをどん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 建てさせた。で本来であるならば法律では金を借りるにはですよ、こういう建築を借りるには所定の手続きを踏んで一定の資格がないと、収入がどれくらいあるか、それからそれを返済するための能力があるかということを検査した上で金を貸せなければいけないのに、このりそな銀行というのはそんなことをやめて、もう全部それをごまかしてね、預金通帳の額とかをごまかしてどん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 金を貸し続けた。その結果どうなったかというと、不動産屋が言ってるように客が来ない。だからオーナーになった人たちは収入が来るはずが全然来ないんで倒産状態になって、ところが不動産屋からは建築費払ってくださいね、で、銀行はもう直接不動産屋に払っちゃってるところもある。まだ建物が建ってないのにですよ。そして結局最近咎められたのが銀行で、この金の貸し方はいくらなんでもひどかったでしょうということが咎められたんだけれども、それを焚きつけてですよ、一般の素人さんを焚きつけてシェアハウスのオーナーにした張本人の不動産屋たちは何も咎められませんでしたという話をこの間しましたけどね、それおかしいでしょうということがいっぱいあるわよね。まあ上手な金儲けをやる人はいっぱいいて、大手のね、もう堂々たる大企業でもですよ、マツダでも日産でもどこでもデータの改ざんをやってごまかすし、金属加工メーカーなんかのね、本当に大企業ですよ。
そういうところも作った製品の金属の中の成分の内容をごまかして、手抜きをするしね。そして、まあ、今度の場合もこれ社長が止められないですからね。会社が悪いことやっても社長が咎められないっていうのが、まあ日本の社会の一つの特徴だね。一番悪いやつは咎められなくて、咎められるのは下っ端の方でね。これで被害を受けるのは一般市民、国民ですよっていう話だわね。そういうことです。
ということで今日は振り返り